TB-4 はソビエト連邦の試作水陸両用装甲車である。p b 4は BA-3 をもとに1933年から開発が開始された試作水陸両用装甲車であり、1932年の BAT-2 に続いて開発された。PB は水陸両用装甲車の頭文字に由来する。1935年から生産が行われるが、 装甲の薄さなどはともかくとして、肝心の浮き能力の低さが致命的であり、翌年に生産が打ち切られている。シャーシは6輪のフォードティム喧嘩持つトラックのものを用い、前方2輪、後方4輪。等破性能工場のため、前輪の後方斜め上に1組の車輪を持ち、浮力確保のために、車体側面にバルサ材を備える。手法である 45mm 砲は、 BA-3 の後部張り出し部分を排除した砲塔に一門を装備し、その右側に同軸機銃として機銃を装備、さらに一丁を操縦し右の機銃主席にボールマウントで装備した。小準機はトップ直接望遠メガネと PT-1 戦望鏡式小準機をそれぞれ備える。1935年と1936年に それぞれ5両ずつ生産された。価格は2万5000ルーブル。実験車両として使用された形跡はあるが、実戦投入の記録はなく、開発は浮き高能力を重視し、軽部造の PB-7 へと移行することになる。現存する車両としては、クビン化戦車博物館に1両が現存するのみで、他はスクラップにされたと思われる。ありがとうございます。